日本馬になりました。二階堂ルミです。まあ、自他ともに認める手厚派なんだけれども、やっぱりそろそろこの女流モンド杯で結果を残したい、まあ、今までの打ち方にはこだわらないかもしれないっていう話をしていた、その話通り、うん、あくまでも上がりに貪欲にいくってことですよね、うん、やっぱり理想のね形に仕上げたいのはみんなそうなんですよ。ただ、やっぱりツムがそれについてくるかどうかっていうのはね、運次第のところにもあるし、うん、まあ、技術の問題もあるし、やっぱり同じようなことはずっと例えば小島武雄プロとか森山茂勝プロとかも多分同じような路線を歩んできて、やっぱそこで苦労してるはずなん で、今その過渡期に来てるんじゃないですかね、ルミなんかは。だからまあ本当にね、冗談っぽく言ってましたけども、やっぱりその大好きな3色を見切らなきゃいけない瞬間っていうのはやっぱり相当じくじたる思いがあるんでしょうね。うん、でもルミさん本当強いと思います。そうですか。はい、やっぱりその手厚を結構すごい見てた時からシフトチェンジした今がもうかなり強いと思います。へえ、そうですか。はい、一番やりたくないまで言ってもいいぐらい。本当ですか。はい、大谷プロがそう言うんだからね。はい、結局打点力つきそうな時はつくし、うん、そういう時は隙がないってことですからね。そうです、そうです。はい、逆にルミプロは自分はなかなかそういうこうすんなりとねかわしてみたいなのが上手じゃないと、まあ課題といえば課題なんだという話をしてましたけど、まあそうなりやすいですよね。そもそもかわす気があんまりないわけですから。そうなんですよ。だからプロ雀士たるものを苦手というか短所を克服する方がいいのか長所を伸ばす方がいいのか難しいですね、この辺ね。あ、でも短所は多分ない方がいいと思うんですけど、はい、でもやっぱり長所が強いと強いですよね、うん、とは思います。でもどっちがいいんですかね、梶本さん。そうですね、はい、長所ってやっぱその人の持ち味だし個性にもなるし武器にもなるわけだから、うん、僕は基本的にそっちを伸ばした方がいいと思うんですよ。で短所っていうか弱い部分どうしても出てくるんで、はい、あとはそこをどうやって折り合いつけるかっていう、うん、まずいいところをすごい強い武器にしてっていう方がいいような気はするんですけど、うん、まあでもね、本当よく言うんですけど、麻雀って正しい手を打ってすぐに結果が得られることわけでもないので、はい、やっぱりなかなかね。まあですから、だからその強いから勝ったというわけではなくて、その勝った人が強いんだっていうのはある程度合ってますよね。うん、はい、ただやっぱりね、過程を見せた上で勝ってほしいですよね。そうですか。しっかりした過程を、過程を踏んだ上で勝たないと、うん、こういうテレビ番組の場合は評価されないですから。あら、まあ、そうですか。相打ちドラドラいいですね。薬杯ドラドラ。でも予選第一戦でオーラス魚谷プロが700-1300をちゃんと点数を把握した上で人泣きして上がりまで持ってったのは、やっぱりその勝負をしている人間としてやっぱり強いなっていう風に見えましたけどもね。ありがとうございます。はい、はい、まあ、あれはそうですね、ちょっと見切り発車な感じはなくはないですけど、まあ、まず、はい、ドラ受けがあるかトイトイになるかすれば3着には必ずなるんで、うん、はい、その後、まあ、もちろん2着はなりたかったんですけど、でラッキーでしたね、積もれたんで、あの形になって本当にね。はい、噛んだ。ここでしますか。うん、した方がいいでしょ。した方がいいですね。うん、嘘は泉亜希、この噛んをしたことによって必然的にリーチしなくても破線点になったんで、うん、なんかこれで両脇に流れたと、流れたってか、まあね、行ってしまって、あ、でも泉乗ってもね、うーん、あ、そのつもぎり。泉さんは出る可能性ありそうですけどね。ただもう2手ぐらいかかりますよね、多分。最後ですか、出てくるのは。ここで多分、まあ、マンズ引いてもピンズ引いてもとりあえず余るパイがで出るんで、うん、ただ深くなりすぎるともう切らないかもしれないですね。もうルミは何引いた時点でもうこの局は
やや捨て気味ですからね。うん、まあ、受け気味で何短期ででも転廃したらいいかなぐらいの感じですよね、うん、ここでも何には手をかけない泉、まあ、ね、うん、転廃すれば出そうですね。これでどうする、ウーピンかつもぎった。 E ピンが4枚切れですね。あ、 E ピン4枚切れか、はい、これ相打ち以外の3人からは役牌を冠して相打ちは転廃もしくはイーシャンテンと見てるんですか。点数的にリーチ来たいですからね。まだ微妙だと思って。なるほどね、確かにね、テンパイだったらリーチだね、やっぱりリーチ打って裏ドラ2枚見れる権利を確保したいはずなので、はいはい、闇手の可能性は低いと見てると思うんですよ、はい、でもなんかずっとつもぎりなんでイーシャンテンぐらいには見えてるとは思いますけどね。もちろんそうですよね、闇点だ。この2ピン3ピンってなんかなんとなく違和感あるんですけど、うん、E ピンが場に4枚切れてることを考えるとそんなに違和感ない範囲になっちゃってるんですよね、うん、なんで今だったら他からでも上がれる可能性高いですね。これだったらなんで勝負する価値ありか。これは熱いな。これは熱いですね、取り方によってはね、うん、でも受けづらいですよね、何も受けられない。ちょっとチーピン出ない。ルミさんこういうのがさすがですよね。こういうやっぱり手がもうどうしようもないかなって思った時にやめちゃいますからね、うん、親でまっすぐ行ってるとスチーピン出る可能性かなり高かったですね、うん、そうですね。一方こちらはサブロッソ、サブロスもスチーピンも結構きつい牌ですか。うん、かなりそうですね、積もった泉。おお、満貫の上がりになりました。いやー、ここは見事なさばきでした。